はい、どうもこんにちは。ギタープラネットハイエンドフロアの松本です。本日はですね、昨日ツイッターの方で予告しましたポール・リード・スミスの当社選定品が、入荷してまいりましたので開けていきたいと思います。オープン。これはまた木目が良い。こちらですね。木目いいなこいつ。はい、ポール・リード・スミスカスタム24、テントップ35周年記念モデルでございます。特別なこの独立タップのスイッチですとか、あとは、TCI テクノロジーが入っております、新型のピックアップですね。こちらと指板のバードインレイはオールドスクールタイプのインレイになっております。全部貝のやつですね。最近だと周りが樹脂で囲われたやつとかもあるんですけれども、こちらは全部貝で作られたものになりますね。ファミチキじゃないですよ、フクロウですよ。でこちらのトラスロットカバーには35周年の記念を意味する刻印が施されております。ヘッドトップにはですね、プライベートストックスモールイーグルインレイが施されております。いやかっこいいですね。でペグのボタンの方はですね、これはアイボリー風のボタンですかね。マンモスアイボリーではないと思うんですけど、なんかそれ風のかっこいいペグがついてますね。重さはこの個体は 3.4 キロ前後でしょうか。程よいウェイトでですね、バランスの良いサウンドをアウトプットしてくれると思います。はい、非常にこの個体は木が深いですね。くっきりと置いて、整った木になっていると思います。指板も黒々として良いですね。はい、個人的にはこのヘッドのね、プライベートストックスモールイーグルインレイが非常にかっこいいと思っております。はい、ちょっとですね、写真が立て続けに入荷しておりますので、ネットに載るのは頑張って今日あげたいんですけど、明日明後日以降になるかと思います。店頭展示は本日から開始しておりますので、気になる答えございましたらぜひお電話くださいませ。